最近キラキラネームは本当に読めないらしいので、それを和田くんに読めるのか実験してもらいたいと思います。いや、そうですね、キラキラネーム、じゃあもうそれ見せてもらって、はい、はい、これ何て読むと思いますか？多分当て字だと思うんですよね、これ。意味というよりかはルビーとかじゃないですか。あ、めちゃくちゃ近いです。男の子のかっこいい人気なもの、人、人、ルビー、人気な、結構男の子の中で多分人気ですね、主人公。ああ、アニメの主人公みたいな。あっひらめいた、ルフィですね、これ。あ、正解です。なるほど、ルフィ、当て字ですね、完璧。完璧な当て字ですね、これは。ルフィってつけちゃうんですね。じゃあ次、ちょっと待って、はい。次は、こっちですか。はい。はい、あ、これ知ってますよ。知ってます。ピカチュウですね。正解です。でもピカチュウに関しては、ちょっとこの辺がピカチュウっぽいですもんね。光ってる、はい。でも男の子にも女の子にもつけれるのかな。ピカチュウ。まあ確かに、そうですね。次。これは結構難しいと思います。本当ですか。サオンル、シャオンル、まあ、女の子の名前ですよ。まあそうですよね、はい、なんか見た感じだと3文字ですね、ひらがな3文字になります。女性に人気のものです。人気のもの、もっと詳しく言うと、ものというかブランド。あー、わかった、ね、シャネルだ。正解です、シャネル。なるほどね、シャネルですね。結構おしゃれですよね、これで。まあ、確かにシャネル、名前としてもまあ結構おしゃれかもしれないですね。キラキラネームではありますけど、まあ、いそうではあるかなっていう感じですね。じゃあ次で、はい、はい、え、なみなみ、なみなみなみ、クイズっぽいですね。もう完全に謎謎みたいになってますね、これ。キラキラネームクイズ。バーバパパじゃないですか。バーバパパじゃない、かわいい。あ、違うか。パが3個でみたいなことですね、謎謎みたいな、はい、サンパ、サンバ。ああ、正解。マジでサンバですか、これ。それでサンバ。これはちょっとかわいそうといえばかわいそう。謎謎みたいですね。次に、はい、はい、これは結構イージーですね。いました、名字でありそうですけど、いましかさ。うん、なんだろう、でもなんか意味が、まあ、女の子の名前ですから。ああ、女の子。鹿はそのままで。鹿ですか。はい。え、鹿って読んじゃう。今をどう読むかっていう。ん、今を、なんだろう、もっとかっこよく言うってこと。コン、コン鹿。もっとかっこよく言う。もっとかっこよく。他に読み方ありますか、今って。あ、キラキラなんで、もうちょっと工夫を凝らして。かっこよく、アメリカ。ナウ。あ、そのナウ。ナウシカ、あ、ナウシカ、すごいな、ジブリ大好き。いや、でも発想力が豊かですね、これつけた人は。知っちゃったら結構読めますよね、そうやって。そうですね、これ先生とか大変ですね。これ見ながら、振り仮名絶対必要ですね。ですね、次ね、はい、あ、なんだろう、兄弟に、そうですね、そういうこと。これがじゃあ関連してってことですか、この人。そうですね。え、なんと、ん、なんだろう、全然わかんないです、これ。上、ランとは、まあ、近いです。下はそのまま読んだら、うん、ただし、し、ん、あ、今結構近いですよ。これ多分、上下、上下で読んだら、これとこれは別の名前なんですよね。そうです、はい。兄弟でいたら、わかるなって感じ。ランとし、結構正解に近いこと言ってますよ。マジですか、はい、これ、だから、つなげて読むと、なんか成立するみたいなのかな。二つで一つみたいな。ああ、そういうこと。ラトシリトシラントシラントシアラントラトシリ、え、これ待って、わかんないです。これ多分前に、はい、前に何かつけたら、あ、この前になんか入るとなんか、え、あれ千葉出身ですよね。はい、千葉のすごい有名なものです。落花生。千葉で有名なの、それぐらいなんですけど、千葉の浦安で人気、有名な。あ、そういうこと、はい、なるほど、ディズニーランドとシーか。そうです、はい、確かに。あ、これだけじゃでもわかんないですね。ランドとシー、ランドちゃんとシーちゃん、この夫婦は完全にディズニーランド好きですね、これ。次、はい、はい、
これはでもこれ普通の名前でもなんか成立そうですけどね。かっこいいですよね。ムーミン、ムーミン、ムーミン、ムーミンじゃないですか。可愛いけど違いますね。なんだろう。これは多分そのまま読んでもなんか夢を見ることをどういうっていう感じです。夢を見ることをキラキラにしたって感じ。ドリーマー。あ、そういうことですね。そういうこと。夢を見る。これ多分相当難しいです。カタカナ3文字になって ロから始まります。ロ？なんかこんなん素敵じゃんみたいな。あ、そういうことですね。ロマンか。あ、そう、ロマン。あ、夢見がち。なるほど。これは字からじゃ分かんないやつですね。発想力勝負。なるほど。はい、次で、はい、いいですか。はい。赤く輝く、これもなんかでも当て字じゃないような気がするんだけど。そうですね、はい、意味からですよね、はい、ルビー。あ、正解。え、正解ですか。ルビーですか、これ。はい。あ、次で、はい、はい、あと2問、はい、あと2問ですね。これは難しい。姫、星、これはキャラクターですね。あ、でもなんか知ってるかもしれない。女の子に人気ですね。ですよね、はい、多分知ってるな、これ姫、星、ちょっと前の親世代の女の子に人気でしたね、きっと。これあれ、なんか多分キティちゃんのシリーズじゃないですか。はい、キティちゃんです。あ、キティちゃんですか、これ。え、これでキティですか。はい、キティ。うーん、キラキラ。なんでこれでもキティなんですかね。読みじゃないですよね、これ。違います、当て字です。なんだろう、キラキラネームっていうのはそういうものなんです。由来はない。これ最後です。はい、これでも完全に紅葉じゃないですか。でも今時は違うんです、ね、これは違う読み方すると紅葉、もみじ。もっとカタカナですね。で、なんだろう、お菓子とかで見るかな。お菓子で見る、お菓子で見る、お菓子、調味料。調味料、もみじ色のキラキラしてる調味料。色か、そういうことか。ターメリックとかそういうこと。おしゃれすぎる。もみじ色、赤っぽいってことですよね。赤っぽい。赤っぽくて甘い。ケチャップ。ケチャップ、もっと甘いですね。もっと甘い。甘い調味料ってあります。え、カスタードしか思い浮かばないですけど。甘い調味料。目から始まります。目、あ、目、ホットケーキとかにかける。あ、メープル。あ、そう、メープル。あー、なるほど、そういうことか。メープルちゃん。メープルちゃん、女の子でいたら可愛いですもんね。可愛いですね。じゃあここまでキラキラネームやってきたんですけど、はい、将来子供ができた時にキラキラネームとかどうですか。いや、僕はつけようと思わないですけど。いや、でもこの発想力豊かなのは確かになんか感心しますね。結構これ自分では思い浮かばないなっていうのが、うん、こういう子が増えていくということで、ちょっと小学校の先生は大変ですね。お勉強になったら。